こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡市葵区両替町に来ております。江川町通りですね。両替町にあるこちらの超有名なお弁当屋さんを今回はご紹介したいと思います。さあ、今回ご紹介するのはこちら、静岡弁当両替町店になります。皆さん、静岡のお弁当といえばこちらですよね。静岡駅のキオスクにもブースがあって、馴染みの深いお弁当屋さんなんですよね。深夜3時まで営業しているので、静岡の街で飲んだ後に締めで買いに来るお客さんも多いんですよ。では早速お邪魔していきましょう。店内はお弁当屋さんといった感じで、非常にコンパクトな店内になっております。網焼き弁当だけはレジ前で注文します。それ以外にもサンドイッチやお惣菜などは店頭に並んでいますよ。さあ、レジ前にはですね、網焼き弁当専用のメニューがあります。豚肉と牛肉、さらに新商品から要予約の商品まであるんですよ。やはり一番人気は豚網焼き弁当みたいですね。では注文していきましょう。さあ、こちら早速買ってまいりました。豚網焼き弁当680円になります。創業40年以上も変わらぬ味と伝統を守り続けてきた老舗弁当屋。今回は静岡の中心部、常盤公園でいただいています。上蓋には七味がついています。蓋を開けると、いよいよ網焼き弁当がお目見えです。網焼きされた豚の香ばしい香りがしますね。これが静岡弁当の超定番品のロングセラー、静岡市民が愛する網焼き弁当、通称網です。お肉は大きめで薄すぎず、適度な厚みと食感があり、程よく脂が乗っています。お弁当とは思えない柔らかさで、食べ応えも十分ですね。このタレの染み込んだご飯がたまらないんですよね。決してびちゃびちゃではなくて、白飯がしっかり残っているところがまたいいんです。しかもですよ、出来たてより少し冷たいくらいがちょうどいいかもしれません。ですから、しっかりとお弁当として考えられた一品なんですよね。ぜひ静岡にお寄りの際は試してほしいお弁当です。はい、今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントいただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。